はい、えー、皆さんこんにちは。レック専任講師の吉澤敦ですえー、吉澤敦の5分で納得一足、ガチ講義第56回えー、民訴法の第1回です。えー、始めたいと思いますえー、今日の一足はこちら。はい、読みます。簡易裁判所はその管轄に属する。不動産に関する訴訟につき、被告の申し立てがあるときは、その申し立ての前に被告が本案について弁論していない限り。 その訴訟の全部または一部をその不動産の所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。はいマルカバツカ正判断どうぞ はい、えー、答えは〇、えー、です、えー。こちらは平成二十三年第一問のうなし、えー、ですけれども、いわゆる必要的位相と呼ばれるものの問題、えー、でございます、えー。管轄や位相の問題は結構出題出題頻度高めですので、えー、しっかり条文知識を、えー、さえていただければと思います。 ちなみに移送に関する条文ですけれども、民事訴訟法16条から22条、16条から22条です。この機会にしっかり読み込んでいただければと思います。本文は必要的一層の問題ですが、条文で申し上げますと、19条ということになります。はい、こちらですね。民訴法19条です。はいまず 本文はこれ2項の問題なんですけれども1項もですね、えー、同時に押さえておきましょう。キーワードをですね。強調して読んでいきます。第1審裁判所は訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者の申し立て及び相手方の同意及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部または一部を申し立てに係る。地方裁判所または簡易。裁判所に移送しなければならない。 まあ必要的相といいいうぐらららですからねしなななければならない、はい、ただし移送により著しく訴訟手続きを遅滞させることとなる時またはその申し立てが簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申し立て以外,以外のものであって、えー、被告が本案について弁論し、えー、もしくは弁論準備手続きにおいて真実をしたあとになされたものである時はこの限りでない。 はいこのただし書きですよね、しっかり正確に押さえてくださいね。移送の申し立てが簡易裁判所から、その所在地を管轄する地方裁判所への移送の申し立てである場合以外じゃなくてね、はい、である場合には、被告が本案について弁論をし、もしくは弁論準備手続きにおいて真実をした後にその移送の申し立てがなされたときであったとしても、 著しく訴訟手続きを遅滞させることにならない限りは移送しなければならないということになります。まあ、ちょっとこの条文を使ってです、ね、自分で択一問題とか作ってみるのも面白いかもしれません。で次に、まあ、本文で問われた2項でございますけれども、はい、またキーワードをです、ね、強調いたします。はい、簡易裁判所はその管轄に属する不動産不動動産産 に関する訴訟につき被告の申し立てがあるときは訴訟の全部または一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならないえただしその申し立て前に被告が本案について弁論した場合はこの限りでないということですけれども、まあ、本文はこの2項の問題ですポイントは不動産限定不動産限定であることそして1項ですねはいこちら1項と異なり 相手方すなわち原告の同意、えー、これが要件とされていない点でございます。はい、以上民事訴訟法第1回でした